ってみっか。クロ、オラとご飯と一緒に修行しねえか。組手とかやりてえし。いいだろう、望むところだ。クリリンたちもどうだ、一緒に。俺はいいよ、無天老師様と自分のペースで修行すっから。そうか、わかった。見ろ、何かいるぞ。あれが攻撃したんだ。ここじゃ犠牲がでかい。誰もいねえ場所に移ろう。おめらもいいな。誰もいない場所へか、いいだろう。だがわざわざ移動することはない。誰もいない場所を作ってやろうと思ったのだが、どうやらここは気に入らないらしいな。ついてこい、二人ともぶっ壊してやる。一番肝心なこと調べ忘れちまったらしいな。おめえらの負けだ。二人とも手を出さないでくれ。こいつらの一番の目的はオラらしいかんな。なるほど、確かにかなりのパワーアップを果たしたようだな。不思議な技だ。計算した数値をはるかに超えている。だが我々が慌てるほどのものではない。私は当然として19号でも十分に倒せるレベル内だ。あ、そう。じゃあ早速
その強さを見せてもらおうかな。何をしても無駄だ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 。オラも上を目指そうと思うんだ。スーパーサイヤ人だ。上をな。始まった。戦っているのはピッコロだ。相手はセルってやつでしょうか。いや、相手の気が感じらんねえ。多分人造人間たちだ。言っても無駄だ、ごはん。今のまんまじゃレベルがちげえすぎる。足手まといになりてえか。
お父さん、セルが動き始めたよ。今のオラたちじゃレベルがちげえすぎる。ピッコロ足手まといになるだけだ。うっ、まだかベジータ、急いでくれ。完全体か、素晴らしい。さあ、早くセルゲームを始めるぞ。どいつからやるんだ？やはり孫悟空、お前からやるのか？あ、そうだ。いきなり貴様からか。一番の楽しみは最後に取っておきたかったのだがな。来い！メタ、降参だ。おめえの強さはよくわかった。オラはもうやめとく。僕は本当は戦いたくないんだ。殺したくないんだよ。たとえお前みたいにひどいやつでも。
さあ行け、セルジュニアたちよ。あの岩の上にいる7人が相手だ。気をつけろ、恐ろしく強いぞこいつら。腐ったれ。みんなすまねえ、こんなはずじゃなかった。セルジュニアたち、お遊びはそこまでだ。殺したければ好きに殺していいぞ。メガネクーメガネクー。もう許さないぞ、お前たち。あんなやつはもっと苦しめてやんなきゃ。18号だ。
許せん、許せねえ。貴様らはもう終わりだ。あと1分で俺は自爆する。俺も死ぬが貴様らも全部死ぬ。地球ごと全部だ。悟空、やっぱどう考えてもこれしか。地球が助かる道は思い浮かばなかった。バイバイみんな。悟空、お前まさか。悟空、ここまでよくやったな、ご飯。すごかったぞ。お父さん。母さんに、すまねえって言っといてくれ。消えた。悟空の気が。お父さん、バカ、そんなやつ連れてくるな。悪いか、王様、ここしかなかったんだ。くしゅいつかおめえたちが死んじまったら、また会おうな。バイバーイ。